はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はサムネイルの通りですね、ユージャムの V2 仕様のギターソフト、これをですね 200% 上手に使おう、そういうテーマでお話を進めたいと思います。なかなかユージャムの今画面に出しているようなアンバーも最近発売になったところですけれども、まだまだうまいこと使い切れないなという方もたくさんおられると思うんですけれども、今日これを見ていただいて、もしくは先日からもたくさんユージャムギター関係の解説を上げていますので、それらと組み合わせて見ていただくと、とっても自由度の高いアレンジができると思います。では早速やっていきましょう。プレイヤーモードというのを使ってコード進行を当てがうだけで、とっても便利にストロークバッキングをやってくれます。まあ、どういうことかと言いますと、ちょっと試しにですね、ラッチというボタンを押します。そして適当にどれかのキーを押しますと、ストロークが始まります。スタイルを変えるとこのようにいろんなスタイルで演奏をしてくれます。こんな感じなんですけれども、じゃあこの雰囲気が気に入ったということになりましたら、スタイルフレーズという1オクターブのところでいくつか変えるパターンを入れてみましょう。先ほどもやりましたように、前半部分はこの音でやってみましょう。タタタンタンチャンチャンチャンみたいなですね。次は後半部分です。後半部分はこの C のフラット、これでもう少しリズミカルなパターンがあると思いますので、やってみましょう。はい、じゃあ後半部分はこれにすることにします。このようにアンバーのトラックにこのパターンを入れましょう。そうしまして、後半部分はこの B フラットですね、これを入れることにします。なんでこんな歯抜けのようにしたか、ここからよく見ていてください。これにはいわゆるコードを示す C3 の音程があります。一つの音しか入っていませんが、これはドミソC のコードを弾くようになっています。こうなってるんですけれども、これは一旦消します。前半も後半も一緒にですね、デリートで消してしまいます。ということはここにはもうコードがなくなったわけです。この順番よく見ててくださいね。まずこれをコピーします。また後半の部分、これですね、これをコピーします。はい、このようにしてコードのないキースイッチだけが入っているわけです。キースイッチというのはこういう感じですね。はい、こうなってるところにコードトラック、もしくは違う DAW の場合は他のやり方ででもいいですので、このようにコードを重ねるとこうやってコード進行ができるようになります。他の DAW といったのはコードトラックがこのようにない場合ですね。ちょっとあえてですね、ここに持っていっておきます。いわゆるコードだけがこのようにあるとします。ちょっと色が分かりにくいですので色を変えておきましょう。ここに和音がある、この入れ方というのは例えば Easy Keys から持ってくるとか、どんな方法ででもいいですから、 MIDI の白玉を持ってきてください。白玉というのは全音符のような和音です。そうしまして、これをこのように重ねます。すると、キースイッチが残ったままコードがこのように入るわけですね。DAW によっては、この時に上書きして隠れるとかいうのもあります。スタジオ1でも村長の言う通りにするんだけれども、うまくいかないなという方もおられる場合があります。それはスタジオ1の場合、この工具マーク、編集というところにですね、イベント編集時に重複しない
というふうにチェックを入れてあったとします。するとですね、これがこうなってますよね。これをこのように上に持ってきたらですね、はい、見てください。下のキースイッチが消えました。これではダメなんですね。ですから、イベントの編集時に重複しないは、重複しても良いというふうに、このチェックを外しておく。これ重要です。こうしておけば、このコードを上に持ってきたときに、元のキースイッチは残ったままになるんです。これで鳴らしてみましょう。ちゃんとコード進行も変わって、ストロークは4小節目までは同じで、5小節目からは違うストロークの仕方が使われるようになります。これで聞いてみますが、プレイヤーモードで鳴らしても、インストゥルメントモードで鳴らしても音は鳴ります。でも、正確にこのキースイッチを鳴らすには、インストゥルメントモードにします。いわゆるドラッグ&ドロップでトラックに持ってきた後は、インストゥルメントモードにしないといけない。これ、とっても重要ですので、きっちり覚えておいてください。じゃあ、聞いてみましょう。このようになります。5小節目からちょっと弾き方が変わりましたよね。これ忘れててプレイヤーモードにしていたとします。すると結果が違います。はい、このキースイッチ見てください。こんなところに入ってきます。これでは正確に弾けないです。ですからインストゥルメントモードにしないといけないということです。今度はもっと応用をお話ししましょう。ここにスパークル、これがあります。また V2 仕様というのは、このアイアン2、これも V2 仕様です。例えばスパークルでちょっと音を探してみましょう。音を探すときはプレイヤーモードです。そしてラッチにしまして、適当に押します。今回の場合、波長調でやってますので、C でやる方がイメージが湧きやすいでしょう。そうしまして、今、プレイヤーモードになります。そして、スパークルをオンにします。ちょっと変わったのをやってみます。こんな感じいいですね。これの、まあ、先ほどと同じように2つ選びましょう。じゃあこの音とこの音を使いましょう。前半部分にこちらを持ってきます。前半部分にこの左の方を持ってくるというのは意味がありまして、どちらかというとこの1オクターブの音の左の方は手数が少なめ、そして右に行く方が手数が多いようなイメージがあります。すべてではありませんが、それを覚えておくと便利です。そうしまして、これを先ほどと同じようにドラッグします。それをアンバーにするところがミソなんです。もちろんスパークルにでもできます。でも、こうやってですね、やるだけでアンバーとスパークルとアイアン、この3つを持っていたとしたら、3つのフレーズを使えることになります。そうしまして、こちらの方をここに持ってきます。先ほどと同じようにこれを複製するんですけれども、その複製の前にですね、この和音を指定すべき、この音程のところは削除しておきます。そうしまして、これを複製します。先に削除するの重要ですから、間違わないようにしてください。そしてですね、ユージャムはバグと認めてますけれども、このように空白、これ3小節分持ってきてるんですね。こういうものが3つのソフトどれにもあります。
ですから、これはこうやって短くしないといけません。これはユージャムが認めているバグです。そうしまして、DD。このようにしますね。そして、先ほどと同じようにコードを上に重ねると。こうすると、スパークルにあるスタイルでアンバーを鳴らすということですので、僕は今後の期待としましては、多分もうしばらくするとシルクというアルペジオギターがいつかは発売になるんではないかなと想像できます。それがあれば簡単にアルペジオを作ることができます。今の段階ででもアルペジオは作ろうと思えば作れますけれども、僕の動画を見てくれたらですね、パターンエディターとかそういうのを使ってアルペジオを作るという方法も出していますが、まだまだ手間です。そうしなくてもシルク2というのがもし出ましたら、今回の連携のようなことができるわけです。じゃあスパークルのスタイルで持ってきたフレーズをアンバーで弾くというのをやってみましょう。この後変わります。こういうことができるわけです。もちろんスパークルだけじゃなくってアイアン2のフレーズもこのようにして持ってこれるわけです。今日なぜそんな解説をしたかと言いましたら、先日もやりましたように、ここから後ろはですね、ソロ弾きができるフレーズ、そして僕が開発したスタジオワン用のマクロ、こういうのもありますし、もちろんマクロを使えない DAW の方はこの青い部分ですね、ここをキースイッチ指定をしていただく必要があるんですけれども、このキースイッチはこのようになっていまして、ここ2つの音程にびっしり入っていますのは、上の方はですねオープン弾き、そしてその下はですねピッキング、その2つをこう並べ、なおかつコード弾きはしないというのが F シャープの1、選択してみましょう。ここに入れておくとですね、これでソロ弾きができるようになるんです。この動画につきましては、また僕の動画2つ3つ前ずっと見てみてください。じゃあ4小節目から鳴らしてみます。5小節目でフレーズが変わって、そしてソロ弾きの方に進んでいきます。じゃあやってみましょう。なんと下手くそなメロディーか。まあこれ僕が作ったんじゃないんで許してくださいね。インスタコンポーダーからあまり考えもしないでピュッと持ってきたのがこのメロディーだったんで、メロディーがいいかどうかというのは全く考えていませんでしたので、ソロ弾きができるということだけ覚えておいてください。このソロ弾きもですね、なんかトラックがこんな風に別になってるから、これどういうことだろうと思うと思うんですが、これはメロディーをここに上げます。なおかつこのキースイッチをここに上げます。これで重なるわけですね。これででも弾くことができます。こういうことですね。僕はミディポリッシャーというのを使ってですね、キースイッチとメロディーが別々になっていたらいろんな操作がしやすいということもあってやっていますけれども、別にこのように一つのトラックにですね収めてしまっても悪くはないわけです。このようにユージャムのギターシリーズの V2 仕様、これを使えばですね、コード弾きとメロディー弾きが一つのトラックで簡単にできるようになっています。
まあ簡単といえどもですね、へえ、そんなこと知らなかったわ、もっと早く言ってよと思ってくれてる方もおられると思うんですけれども、というのは誰も解説していないからです。多分僕しか解説していないと日本では思いますので、このやり方ですね、これをうまく使えばユージャムのギターがさらにうまく活用できて、サムネにもあったように 200% 活用してみましょう、そういうお話を今日はさせていただきました。村長スタジオでした。